デイジーバイオレット・ヒルトン姉妹は、イングランド生まれで、アメリカ合衆国を中心に活躍した、結合創ー,ージの女優、ボードビリアン。1930年代に、全米各地のサイドショー、ボードビルに出演した。1908年2月5日、ヒルトン姉妹は、イングランドのイーストサセックス州ブライトンで生まれた。母親は、ケイト・スキナーという独身のバーテンダーである。姉妹は、 生まれながらにして、腰から尻にかけての部分が結合していた。血液循環は共有し、骨盤は融合していたが、主要な臓器は別々に有していた。出産を手伝ったスキナーの雇い主、メアリー・ヒルトンは彼女らの商業的な可能性を明確に予測して、彼女らを事実上買い取り、被護の元に置いた。姉妹は最初、ブライトンのパブ、クイーンズヘッドにいたが、 後にパブ、イブニングスターに移る。姉妹の自助伝によると、メアリー・ヒルトン、及び、その夫ヘンリーと娘エディスは、肉体的な虐待で二人を厳しい管理下に置き、二人は、メアリーを、ルーオバさん、メアリーの夫を敬語的呼び方で、サーと呼ばなければならなかったという。彼らは姉妹に、歌とダンスの訓練を積ませた。主治医のジェームズ・アウグストゥス・ルース博士により、 ブリティッシュメディカルジャーナル氏に対して、姉妹の出生に関する医学報告が提出された。メディコチャージカル協会は分離手術を検討したが、手術をすれば、少なくとも、どちらかが確実に死亡することになるだろうと思われたため、満場一致で手術に反対する決定をしたと博士は、報告している。また、ヒルトン姉妹は、生後数週間を超えて生存した。 英国発の結合ソーセージだったということにも博士は言及している。ヒルトン姉妹とマイヤーズ夫妻。ヒルトン姉妹は3歳の時、ザ・ユナイテッド・ツインズとしてイングランドで最初のツアーを行った。メアリー・ヒルトンは彼女らを連れてドイツ、オーストラリア、さらには米国のあちこちで巡業した。姉妹のサイドショーでは創造性に富んだ歴史が必ず語られた。 彼女らの支配者は彼女らが稼いだ金をすべてピンハネしていた。1926年タップダンスができるヒルトン姉妹を起用してボブホープがダンスメディアンズと呼ばれる出し物を作っている。メアリーは亡くなる時遺言により双子を娘エディスとエディスの夫マイヤー・マイヤーズに相続させた。エディスとマイヤーは1920年代双子の 収入による財産の一部でアメリカへ渡りテキサス州サンアントニオにフランクロイドライト様式の大邸宅を建築させて住居とし双子姉妹はアメリカ中で巡業させた姉妹はボードビル界でクラリネットやサクソフォンを演奏し歌やダンスを披露したこの時期に姉妹はボブホープやハリー・フーディーニと信仰を持つフーディーニは 姉妹が感情の上でだけでも異なった個性を持てるよう協力した。姉妹はマイヤー夫妻の家庭外に信仰を求め、後にエージェントとなるウィリアム・オリバーと交友を持つ。オリバーの妻は夫が姉妹と過ごす時間が多いと離婚訴訟を起こしてスキャンダルとなる。このスキャンダルに対処するためにマイヤー夫妻が姉妹につけたサンアントニオの弁護士マーティン・アーノルドは 法的成人年齢である21歳に達していた姉妹になぜマイヤー夫妻のところに縛られているのかと尋ね姉妹は自分たちの置かれている状況に気づかされてショックを受ける弁護士アーノルドは姉妹がマイヤー夫妻から独立するための助けとなる1931年1月8万米ドル近い大賞金でマイヤー夫妻が彼らの大邸宅を維持できるよう時段に持ち込み 姉妹はマイヤー夫妻の束縛から自由の身となった。二人はサイドショーから去り、ヒルトン姉妹のレビューとしてボードビル会入りする。別々に会話を受けることができるようにデイジーは髪をブロンドに染め、二人は違う服装をするようになった。バイオレットはミュージシャンのモーリス・ランバートと交際をはじめ、21、週で結婚許可証を申請したが、いずれも受理されなかった。 1932年に姉妹はトッド・ブラウニング監督の映画フリークスに本人役で出演した。その後、彼女らの人気は薄れ、小ビジネスで生計を立てるのに苦労した。1936年、バイオレットは俳優のジェームズ・ムーアと売名のために結婚した。書類上は10年間夫婦となっていたが、最終的に離婚した。百四十一年、デイジーは ダンサーのバディソーヤーことハロールド・エステップと結婚したが、10日間で離婚した。1951年には自分たちの反省をしたもとに、下際物映画、チェインド・フォー・ライフに主演した。ヒルトン姉妹が最後に公衆の場に姿を見せたのは、1961年、ノースカロライナ州シャーロットのドライブインシアターであった。ツアーマネージャーが彼女らを捨て去ったため、 移動の手段も収入を得る手段もないので彼女らは近くの食料品店で働くことを余儀なくされた。1969年1月4日、二人が出勤しなくなったので雇い主が警察に通報し、自宅で二人とも香港風邪で死亡しているのが発見された。法医学関係により先にデイジーが亡くなり、 その2から4日後にバイオレットも亡くなったものと見られている。彼女らの遺体はシャーロットのフォレストローンウエスト墓地に埋葬された。1997年、姉妹の生涯をもとにしたブロードウェイミュージカルサイドショーがトニー賞で4部門のノミネートを受けた。ありがとうございます。